そうそう、長い時間幕の内ばっかりと泳ぐわけにいきませんのでね、決まった時間内での稽古ですからね、いかにこう自分で考えながら数少ないですね伴奏をこなしていくかということなんですが、今日は正面の佐々木席に元ビートルズのポール・マッカートニーさんが観戦中、明日福岡での公演が来た矢崎さん、はい、どうぞ。今日はあの各力士帰るときにですね、各記者は必ずやっぱりあのポール・マッカートニーさんについて聞いてるんですね。そうですか、はい、ほとんどの力士はやはり土俵入りの時に確認してましたね、はい、そうですね、土俵入りですとちょうど花道から入ってきて、もうその視線の先に、今日はそうですね、ずっとあの玉の親方が解説をしてるんですね、つり上げつり、そうなんですね、はい、あ、いらっしゃいます、はい、はい、もう70過ぎてるんですね。そうですね、見えませんね、お若いですね。いや、親方も65歳若いでしょ。なんでもないです。いやいやいや、その前で、ただ今日はね、豪栄道が敗れる